ウクライナから避難してきた人にお金を出すのを1年にする。ロシアのウクライナへの攻撃は今年の2月に始まって今も続いています。日本の政府は3月からウクライナから避難してきた人が生活できるように手伝っています。日本に家族や友達がいない12歳以上の人に国の用意したホテルを出た後、1日2400円を出すことなどをしています。政府はお金を出すのを半年ぐらいと考えていました。しかし、ウクライナにいつ戻ることができるかわからないため、お金を出すのを半年、あと半年長くして1年の間にすることにしました。出入国在留管理庁によると、今までにウクライナから1878人が日本に避難してきました。政府は224人にお金を出して生活を手伝っています。